祭りだごっほ、祭りだごっほ、英語表記、祭りだごっほ香港表記は、日本の元競争馬。主な勝倉は2007年、有馬記念、GI。馬名は、冠名の祭りだ画家のごっほより、サンデーサイレンス3区の最終世代であり、3区最後の GI 勝ち馬となっている。2005年8月21日、札幌競馬場の新馬戦で、 エビダマッサヨシを安城にデビュー。日着に七場審査をつけて勝利したことにより、注目される。その勢いで、札幌二歳ステークスに向かい、アドマイアムーに次ぐ二番人気に押されるが、同馬の六着に敗れた。その後5ヶ月の休養に入る。明けて2006年、復帰戦となる3歳500万した条件戦を、勝利すると、東京優春。 日本ダービーへの優先出走権を目指して、青葉賞に向かったが、アドマイアメインの4着と敗戦。東京優秀を諦めオープン特別の白百合ステークスに出走したが、ここでも7着に敗れた。3ヶ月の休養を挟み、8月の札幌競馬で、日高特別、千万下に出走し3勝目を挙げる。その後は、セントライト記念に向かい3番人気に、支持されるも第4コーナーで、 前の馬と接触し落馬競争を中止。幸い大事には至らなかった。12月の中山競馬で当時ステークス1600万下をタイム差なしの2着の後続くクリスマスカップ1600万下に勝利しオープン入りを果たす。2007年はアメリカジョッキークラブカップから始動。2番人気に指示され1番人気のインティライミを直線でかわすと 日着に五馬審査をつける勝利で、重賞発制覇を達成した。続く、日経賞では一番人気に支持され、前奏同様、直線で一旦は先頭に立った者の伸びを欠き、ネバブションの三着に敗れた。続いての天皇賞、春では、先行する者の抜け出すことができず十一着に敗れ、放牧に出された。放牧後は、札幌記念にて復帰。 一番人気に押されたものの7着に敗れた。しかし、続く、オールカマーでは、冬に制した、アメリカジョッキークラブカップと同様に4コーナーで、戦闘争いに加わり、直線では粘るシルクネクサスをかわしてゴール。重賞2勝目を挙げ、中山校舎ぶりを見せた。10月3日に発表された、重賞、オープン特別競争レーティングでは、112ポンドの評価を得た。続いて、 天皇賞、秋に出走。しかし、レース本番では苦手な左回りや、束にぶつかる振りも響き15着に敗れた。その後、第1希望で、香港カップ、第2希望で、香港バーズに、予備登録を行っていたが、馬インフルエンザの影響による、検疫上の問題から香港への渡航を回避し、出走を見送った。そして得意の中山競馬場で開催される、 第52回、有馬記念への出走を決めた。有馬記念当日、レース前の人気は9番人気と低かった。やや重馬場,場となったレースでは、名称サムソンやウォッカなどの有力馬が、後方に位置するスローペースの展開となり、先頭に立った長さ山をマークしながら、終始内側の経済コースを通り、最後の直線に出たところで抜け出した。 真ん中から競りかけるイはスカーレットをいちいち、4馬審査で、振り切って、初の GI 星を飾り、大波乱を演出した。当初は2008年1月27日の、アメリカジョッキークラブカップ、中山競馬場から始動すると、国家出は明言したが、オーナーとの協議の結果、出走明言した翌日に出走回避を表明。3月29日に、ドバイで行われる、 ドバイシーマクラシックか同日の日経賞から指導し、その後4月27日に香港で行われるクイーン・エリザベス2世カップに転戦するという海外遠征を含めた出走プランがあることが明らかにされていた。1月16日に発表された2007年度のワールドサラブレッドレースホースランキングでは121ポンドで29位体となった。しかし、出走を明言していた。 ドバイシーマクラシックには1月31日に選出馬となったことが発表されたが、馬インフルエンザ問題に起因する出国前検疫で隔離中の調整が困難なことと、渡航便がシンガポール経由で輸送が長時間となることから馬への影響を懸念され、国枝氏と高橋文江をオーナーによる話し合いの結果、遠征を見送ることになった。その後、 今年春の大目標を4月27日に、香港車勤競馬場で施行されるクイーン・エリザベス2世カップに定め、そのステップレースとして3月29日の日経賞に出走した。レースは、前方4番手で逃げるシルク・フェイマスを追走。最終第4コーナーで、シルク・フェイマスを捉えて先頭に立つと、エビナ・マッサイヨシが手綱を持ったまま楽々と勝利した。レース後。 国枝氏は、新潟競馬場の県営急車に入り、19日に、香港へ出発すると香港遠征を明言。さらに、今年夏の欧州の GI レースに遠征するプランも、ある。秋の外戦門賞へ挑戦させることも考えています。と祭りだご夫ほの海外遠征計画を発表した。そして4月1日に正式に、クイーンエリザベス2世カップへの選出馬となり、 正体を受諾することが発表された。4月18日にチャンピオンズマイルに出走する、同じく国枝久し旧社所属のマイネルシーガルと共に出国したが、台風1号が香港を直撃した影響による輸送機材の成田到着遅延から当初より4時間23分遅れでの出国となった。通常ならば、 ミホトレーニングセンターからの出発なのだが、前述同様に馬インフルエンザに近する検疫場の都合から、出国前検疫地である新潟競馬場から陸上輸送を経ての出発であった。さらに、香港到着後も台風の影響から上空待機となり、着陸も支援となった。これらの悪条件もあってか馬体は大幅に減り万全でない状態で、 4月27日のクイーン・エリザベス2世カップに出走。積極的に直線で先頭に立ったが、猛追されて6着に終わった。この結果を受けて、今後は国内の競争に専念することになり、外戦文章にも登録されなかった。出走には至らなかったが6月12日に第48回、宝塚記念ファン投票の最終結果で5位となる39,107票を、 えしたことが発表されている。約4ヶ月の休養を挟んで、札幌記念に出走。四角手前で先頭に立つが、ゴール寸前でタスカータソルテにかわされて、首差の二着だった。続いて9月28日のオールカマーに、出走 59kg という金量を背負ったレースで、あったが、直線で先頭に立つと無知を入れられることはなく。 最後はエビナが手綱を持ったままでゴールし、連覇を決めた。秋の天皇賞は回避し、不得意な左回りが心配されたが11月30日のジャパンカップに出走。前半のスローペースに折り合いを書き、最後の直線で一度は先頭に立つも、スクリーンヒーローの四着に敗れた。連覇を狙った有馬記念は中山で好成績を上げていることなどから、 ダイワスカーレットに次ぐ2番人気に支持を集めた。しかしレースでは外枠10番からの発想だったことも影響してか今まで通りの行作を取ることができず後方に控える形となってしまい、その上マークされていたスクリーンヒーローに外へ追い出される形でお外を回らされた挙句直線で失速12着に大敗する結果となってしまった。 武ケトヨ氏との新コンビで4月5日の産経大阪杯から始動したが、中間に順調さを欠いたのが響いて7着に敗れた。その後、金社地層から宝塚記念へのステップを予定していたが、金社地層は当たり週の5月27日に行われた追い切り後に微出血を発症し、金社地層を回避。宝塚記念も断念し、秋競馬まで全休することになった。 その後、8月23日の札幌記念に、ブエナビスタに次ぐ2番人気で出走。レースでは、道中後方で待機し、4コーナーで進出するも失速し急着に敗れた。続く9月27日のオールカマーに出走し、安城の横山則博がスタートから花を奪うと、そのまま最後まで脚色が衰えることなく、ゴールイン。JRA 史上5目の同一重賞3連覇を。 達成した。迎えた、天皇賞、秋では、道中3番手でレースを進めるも、直線で失速し、ブービーの17着と大敗した。11月16日、長教師の国枝久氏は、祭りだご夫婦が、有馬記念を最後に現役を引退し、守護場入りすることを発表した。つなぎ用先は、レックススタット。 現役最後のレースとなった12月27日の有馬記念は交渉面で仕掛け、4コーナーで一旦先頭に立つものの直線で、失速し7着に終わり、優秀の美を飾ることはできなかった。調教師の国枝は、この結果に対して種ボバ入りの予定を撤回して、現役続行することを希望したというが、すでに種付け相手となる品馬が多数集まっていたことなどから、オーナーサイドは、 予定通り引きさせることを決め、2010年1月4日付で競争場登録を抹消された。経歴の通り、重賞勝ち、アメリカジョッキークラブカップ、オールカマー3回、有馬記念、日経賞はすべて、中山競馬場で挙げているほどの中山号車で、全体でも13戦8勝と高い勝率を誇り、負けたレースも2着1回3着1回、と競争中止となった。 セントライト記念とも、6歳児の有馬記念を除けば、すべて馬券に絡んでいる。その反面、中山競馬場以外では、札幌競馬場での2勝があるのみで、特に、東京競馬場のような左回りのレースでは不本意な、結果、最高で2008年ジャパンカップの4着となることが多かった。有馬記念勝利後、国枝は、練習すれば左回りも大丈夫と苦手な、 左回りの克服に自信を見せたが、最後に、冗談のように、他の GI も中山競馬場でやるよう、JRA にお願いしますかねと答える一幕があった。初年度は、日高館内に、つなぎ漁された、新種母場では、最多となる128頭との種付けを行い、翌2011年1月24日、生まれ故郷の岡田スタッドにて、初産区の品馬、母上スマイル。 ボフ・ホワイト・マズルが誕生した。サンクのデビューは2013年。2013年6月8日、東京競馬場で行われた、メイクデビューで一番人気に押された、マイネル・ギャルソンが優勝しサンクの初勝利を飾った。2014年に、ウィン・マーレライがラジオ日経賞を制し、サンクによる JRA 重賞初制覇。本場の場所は岩手県にある、 高橋重機有限会社で副社長を務める高橋、文江。中央競馬の他には、岩手競馬に所有馬を置いている。中央競馬における勝負服は桃、黒立島、黒袖桃一本輪。冠名は、夫の名前に由来する、ハッピー。1999年産以前の馬。夫の志向に由来する、祭りだ。2000年産以降の馬を使用している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。